結構確かに左右差激しいです。うわ何これ。お気づきましたね。反対はまだマシだった。何パーぐらいマシだった？30%ぐらい。あんまり変わんない。いやでも30%違うと随分違うと思う、うん。確かにそうか。まあやってる間に結構温まってきたりとか汗出たりっていうのもあるので。信じよう。じゃあ始めますよ。はい。いやダメっすね。同じでした。ダメっすね。ダメっすね。同じ？うん。あれ？浴槽悪かった。浴槽悪いかもね。苦ですね。そこは。これは確かにだいぶ違いますね。痛い。めっちゃ硬いですね。なんかすごい音してますね。カリカリ。カリカリ。泣きそうになる。泣いてもいいですよ。もうやばい。何これ。硬いですね。やっぱちょっとね、あの結構その中学生の時の怪我がだいぶこう、はい、あれなんですよ。やっぱそれで体勢が変わっちゃうとかもあるし。はい、やっぱこうもう縮めっていう命令がもう緩んじゃダメっていう風になんかこう常に意識がね行きやすくなるんですよね。あやっぱなんかもうちょっと痺れてる感じですね。もはや痺れが痛い。でも結構確かに左右差激しいですね。痛い。凝り方が日じゃないですね。やロコさんはやっぱり言ってもそこまで左右差なかったんですけど、そう右がやばいんですね。そうやっぱ怪我とかあると本当にもうあからさまに、まあ足の向きもね、うん、もうこっちもはっきり違ってましたし、で結構もう期間も15歳の時からっていうともう15年とかもっとですか、はい、だいぶやっぱかかってますので、それがうん面白い面白がっちゃいけないかもしれないけど面白いもうキャラをどうしたらいいのかわからなくなってきているみたいな。素でいいですね。失神しちゃいそう。失神するかもしれないね、これ。そんなに。でも今汗が随分出てきてるんで、うん、結構スッキリはすごいすると思いますよ。ですね。あ、なんか結構右は疲れたりするんですね。やっぱ左とだいぶ違います。左は普通にこう伸びるじゃないですか、はい、この辺までこうちょっといくんですけど、右はね、なんかちょっと抵抗のかかり具合が違いますよね。向きもちょっとこう癖がついちゃってるので、大丈夫です。後ろに比べれば。うわ、それはやばいですね。あ、そうだ。ちなみにこれあれなんですよ。座骨神経の方が、はい、まあ、こういう走行でこっちにも来てるんで。座骨神経痛ある方はこういうとこも硬いですね。あ、大丈夫。あ、そこマジでやばいっすね。そこで優雅に携帯を取るけど、そう言ってんだろうな。いや、私もそれ痛かったもん。さっきもう済んだから済んだからもうゆったりしてました。あ、なるほど。
終わればできますから、ゆったり。ちょっと今が辛抱で。そうですね。あ、でもさっきより流れやすくなってきましたね。いやでも痛いっすね。痛いは痛いと思います。ただ粒感がさっきよりも、さっきはもっとガチって固まってる感じだったんですけど、今はこれが、これ痛いですね。そこやばいっすね。これロコさんと同じとこですね。あ、それやばいっすね。そこが一番痛いっすね。一緒ですね。これ何ですかね。ここは何です。ここ上行結腸です。右の上行結腸が痛い、同じですね。仲良しですね。足首のなんかその右の外の側のところもなんかそれがやばいっすね。そうですよね。なんか流れてきちゃうときにピンって、はい、かましてくるので、はい、って感じですね。足なんかまっすぐ、はい、まっすぐになりましたよね、うん、膝の向いてる向きが 上向いてるし、うんうん、そう、まあ、むしろこっちの方が今状態良くて、ね、こっちがちょっと倒れてる感じになってますけど、ね、すごい暖かくなってますね。はい、いつも冷たいんですよね。そうですよね。自分でもちょっと後で触っていただきたいんですけど、はい、かなりポカポカしてます。足とか結構夏でも寒いんですよね、うんうん、ああ、冷え性の人ってそうですよね、うん、こういう風になっちゃうっていうのはそういう癖がついてるんで、それにあの、まあ、この体重をこうちょっと外向きに乗せていて、はい、でそこが詰まってきちゃうんで、油かいてる時あります。あ、この骨の接地面がこう寄っちゃうっていう感じになるんですよ。でも今のですごく調整、はいはい、はい、足首調整しました。あ、やばこれ。おー、あ、でもさっきより全然面白いっすね。面白い、解説をするのが面白いね。あ、やっぱりさっきより全然、はい、でこれで多分だいぶ変わってきたと思うんですよね。あれ、膝のポキポキもちょっと言わなくなってきましたよね。そうそう、戻ろうとしちゃうので一回ではちょっと取りづらいかもしれないんですけど、これ痛いっすね。痛いですね、これも。全部が攻撃されてるから。フル攻撃ですから。さっきだいぶこうでしたよね。うんうん、だいぶに比べるとだいぶ、はい、うん、だいぶこれでまあ左右差が減りましたよね。うんうんうん、こうまっすぐ自然に置いて、うん、そこまでないですよね。右と左で。うん、はい、なんか結構その左の、はい、なんでしょう、こう内に入っちゃう感じが、はいはいはい、結構なんでしょう、痛かったんですよね。はい、
まあ、やっぱ足って土台なのでそれに合わせて膝だったり腰だったり首の方まで、はい、影響を受けてなんか立ってるのが辛くなってきちゃったりとか、はい、歩いたり階段登ったりみたいな時に、まあ、ポキポキ鳴るとか違和感出るとか、そういうのも起こってくるんで、続けてやっていけば自分でもこうそういう調整しやすくというか、はい、足首回したりとかで、まあ予防改善もできますし、まあ、こう定期的に行っていればだんだん正しい癖っていうのが戻ってきますので、はい、拭き取りますね。足を置いてみてもこう置かれた感じとか違いませんか？置いてる感じが多分なんかびっしりしてるそうですよね。やっぱねこう死骸がこんなとかこうとかあると、うん、自分でもなんとなく気持ち悪いというか気になったりとかなんかしっくりこないっていうのがあるんですけど、揃ってくるとだいぶ楽になりますので、うん、なんかもう前は氷みたいな、はい、夏でも氷。はい。そうですね、もう、めっちゃくちゃ痛かったですよ、はい、もう、はい、とりあえずすごい痛かったですよね。でも、はい、終わった後やったらなんかもう、すっごい足が柔らかくなってる感じ、はい、で結構もう、はい、冷え性みたいな感じで冷たいんですけど、うんうんうん、なんかポカポカしてます、ポカポカしてますよね。やっぱり柔らかさ、あったかさ、軽さが出るのが、はい、リフレの、はい、特徴なので痛いですけどね。めっちゃ痛いです。悶絶してます。そうですね。すごい面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。